はい、今日は日清の混ぜ麺の達人、魚粉が効いた旨辛だれの台湾混ぜそばを作って、食べていこうと思います。早速スタート。はい、この混ぜそばは1袋2人前入ってるんですよ。はい、2人分なんですよね。とりあえず麺を2玉茹でたいと思います。はい、器に茹でた麺を入れます。はい、茹でたニラを乗せます。はい、ニラは火の通りが早いんで、もうほんまにもう数十秒で OK です。はい、ここであらかじめ温めておいたタレを2人前分かけます。はい、台湾混ぜそば完成いたしました。はい、早速食べていきたいと思います。はい、ビートルよろずやでございます。今日はですね、日清の、日清から出てる台湾混ぜそばです。これはちょっとなかなか美味しそうかなと思って買ってみたんですけどね。これ一応2玉です。2人前です。はい、もうこれはタレはね、もうもともとついてるやつで温めてるんですよ。でニラはあらかじめ茹でてあるんで、で生卵の卵黄だけ乗せてみました。早速いただきたいと思います。いただきます。美味しいです。これこのタレはですね、大豆ミートが入ってるんですよ。大豆ミートが入っててね、すごく濃厚なタレですね。めちゃめちゃうまいです。混ぜそば美味しいわ。この混ぜそばめっちゃうまいです。で麺がねちょっと太めで、なかなかコシがあってすごく美味しいです。これは美味しい。またこれ買いに行こう。
程よくピリ辛ピリ辛で、なかなか食欲がそそりますわ。なんかですね、混ぜ麺の達人、魚粉が効いた辛うま濃厚ダレ、濃厚ダレです。あ、確かに魚介の風味がしますわ。この麺はですね、生麺なんで茹でないといけないんですよ。ちょっとめんどくさいかもしれませんけど、やっぱ生麺やからやっぱ美味しいよ。はい、完食。はい、ごちそうさまでした。あ、このまぜそばめっちゃうまかったっすわ。さすが台湾まぜそば、はい。今日はですね、混ぜ麺の達人日清の台湾まぜそば2人前を作って食べてみました。はい、これとっても美味しいんでね。もう中のタレはもう大豆ミート入ってるんで、トッピングはニラネギとか、あと刻み海苔とか、あとは自分の好みでいろんな具材を入れて食べていただけたらすごくもっと美味しくなると思います。それではこの辺で終わりたいと思います。これからもいろんな動画上げていきますので、いいね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴の方も最後まで、見てもらえたら嬉しいです。それではまた会いましょう。